はい、今ご紹介いただいた宮川でございます。私は、MIT は今年で27年目、これ簡単に計算できるんですけど、 MIT では25年仕事するとロッキングチェアをくれるんです。でそのロッキングチェアをこの前2年前にいただきました。でそれから2年経ってるんで27年目です。で東大は、4年前からクロスアポイントメントで、行ったり来たりして、東大ではMIT は言語学で、東大は、オンライン教育統括ディレクターをさせていただいています。毎月日本アメリカと行き来しております。で今日のお話はですね、一応言語学なんですが、言語学の中でもちょっと変わった研究で、約5年ほど前から、始めた研究なんですけど、今までの研究、まあ、今でもやってますけど、は現代の人間の言語、約6000の言語がありますが、その言語の奥にあるその普遍的なシステムがどういうものかというのをずっと研究してきています。最近、MIT プレスから出したその、研究では、いろいろな言語、日本語、中国語、イタリア語、英語、スペイン語、バスク語、中国語などを分析して、その奥にある普遍的なシステムがどういうものかというものを見てきています。で、それとはちょっと違って、今日お話しする仕事はですね、人間の言語の起源、どの辺でいつ頃どういうきっかけで、この人間の言語が進化の中で現れたのだろうと。でそれに、伴って言語だけではなくて、その人間の思考ですね、我々のその抽象的な思考、これは人間の特有の能力なんですけど、その思考がどこから出てきたのかなということについていろいろと考えています。でまだ考えている最中なので、分かっているところとまだ全くのスペキュレーションのところがあります。でこの研究の面白い、また非常に難しい性質は、言語学だけではできないですね。言語学で最近はゲノムの研究もしっかりと勉強しないと、議論ができない。で最後の方にですね、実はこれ芸術美術が非常に大きな役割を果たしているということについてもお話しします。ですからもうくるめて、もう境目がない、研究になっていますですね。だから文系とか、まあ、そうサイエンスとか、そういうふうにもう全く分けられない研究になっているので、ある意味では非常に難しい、でもある意味では非常に楽しい、もう大学、境目なくいろんな先生たちに手伝って、研究しています。人間の言語は、約13万年前に進化の中で現れたというふうに言われています。で実はこれ13っていう数字がここに書いてありますが、今日今朝まではこれ10万年だったんです。10万年前だったんですけど、この発表のために13万年というふうに訂正しました。でどうしてかっていうのも、あと 2,3 枚スライド後にお話しします。もう毎月のようにこれが変わっていま す、ね、これ非常にエキサイティングな分野です。で 13万年前っていうのはどういうその ことを指しているかっていうと、ホモサピアンは、これもうよく分かっていることなんですけど、ホモサピアンはアフリカのこの中心部に約20万年前に現れました。ここにで、これはもうゲノムの研究で分かっているんですが、20万年前に我々の先祖の、ホモサピアンが現れて、で当時は人口は約9000人でした。我々は9000人で始まって、今はもう何十億と言いますけど、でアフリカでスタートして、で言語が約13万年前にスタートして、で約
6万年前にアフリカから、ヨーロッパ、アジアの大陸に渡り始めました。ですね。ですから、アジアを横断して、日本に着いたのはその後です。ですね。日本に着いた、またアメリカですね、北アメリカからアラスカを通ってずっと下まで降りてきたんですね。でこれもゲノムの研究でよく分かっていることです。でなぜ言語がその13万年前に現れたかっていうのはつい最近までは非常に間接的な証拠で議論をしてみましたですね。でこれも非常に面白い議論なんですけど、例えばですね、その時期にいろいろなその高度な脳の機能が発達した、これを分かっています。例えば、道具が、これ非常に面白い現象なんですけど、道具がかなり高級なものが急に出始めた、その頃、でこれも最近今かなり研究を し始めてるんですけど、洞窟の中 の壁画ですね、これが非常に面白い現象なんです。これについても最後にお話しします、でいろいろな武器ですね。で特にこ の道具についてお話ししますと、これも最近の研究でいろいろと分かってきてるんですが、一番最初に道具というふうに呼ばれるものが約250万年前にこういうものが発掘されています。一応道具として なんとかこう形を作ったというものが分かります。これ250万年前ですね。で面白いのは250万年前にこれができて、でそれからずっとほぼ同じイノベーションなしに100万年経ちました。で100万年経って次にイノベーションとしてこういうものを作りました。英語でアシュリアンハンダックスって言ってますけどですね、約100万年経ってで次のイノベーションが起こりました。でまた100万年経って次に最後のこういうような、これコアプレパレーションって言いますけど、石からこういうものをこう削り、取ってその道具の形を作るという、ね、これがこの最初のこの250万年から200万年経ってやっとできたと。大切なのは最初の道具から100万年ほぼ何もイノベーションがなかった。そこでまたイノベーションがあって、でまた100万年何もほぼ何もなくて、でイノベーションがあった。それが14万年ほど前から急にイノベーションが急速に現れてきたですね。ですから考古学者なんかは13万年前に脳のどこかに何か変化が起こって、その当時のホモサピアンの情報の処理の仕方が急速に変わったとですね。脳の何かの回路が変わったというふうに言われています。でこれは道具のこのイノベーションを見ると分かるということですね。それでこの、ある意味では間接的ですけど、13万年前14万年前に、人間の思考が根本的に変わって、でそこで言語というものも出てきたのではないかというふうに言われています。もう一つ多少間接的ですけどよく言われているのはこれなんですけど、これは南アフリカのブロンボース、洞窟、ブロンボースケイブで発見されたもので、こういうもの、これ非常に小さいオーカーって言いますけど、鉄分を含んだもので、小さいもの約6000ぐらいのものがこのブロンボースのこの洞窟の中で発見されましたですね。で、見てお分かりになるようにこういう刻んだものが書いてあります。で、これは抽象的な何かシンボルを表していると。で、これも約7万5千年から10万年前のものっていうことが分かっていますですね。で、考古学者の間ではこれは人間の抽象的な思考を表していると
いうことで、で、抽象的な思考ができる人間というのはきっと言語もあっただろうというふうに想像して、で少なくとも言語っていうのは10万年前にもうホモサピアンが、持っていただろうと。で実はつい最近まではこの10万年前に言語が現れた、これが唯一の具体的な証拠なんです。ですからもう昨日までは4日前まで、クレタ島 の、 サマースクールで2週間教えてたんですけど、その時には、言語は10万年前に現れました、でこれが証拠ですというふうに言ってたんですが、実はもっと具体的な、証拠が最近発見されました。でこれはですね、これがアフリカですけど、で20万年前に、この辺でホモサピアンが、現れました。いいですね。でゲノムの研究でこれもはっきりと分かってるんですけど、20万年前にホモサピアンが現れて、でその後一番最初に分かれた人口ですね、これはコイサンの人口なんですけど、彼らは12万年前に最初 の、 ホモサピアンの人口として分かれました。これもゲノムの研究で、いくつか独立の研究でこれははっきりと証明されています。12万年前ですね。でそれからこういろいろとこう分かれていって、でその一本がアジア、ヨーロッパに渡ってきて、でいずれはまあ我々になったんですけど、ですからアフリカの中でいろいろとこう分かれていって、その一本がこのアジア、ヨーロッパに渡ったとですね。ですからそれから予測すると、このゲノムの種類でが一番豊富なのはアフリカで、それからだんだんこう種類が縮まっていったんですね。で確かにゲノムの研究で見ますと、アフリカに一番その DNA の種類が豊富なものがアフリカの人口の中にあって、我々もそのアメリカ人と日本人、中国人とトルコ人は非常にその種類が少ないんです。でこれはもうはっきりと証明されています。で先ほど申し上げたこの12万年前に最初に分かれたんですね。それからいろいろとこう分かれてたんですけど、でもちろんこう分かれてってみんな言語を持っています。でほぼ同じ性質を持った言語です。今約6000の言語がありますけど、ほぼみんな同じ、中国であろうと日本語であろうと、アメリカの元 の、 そのアメリカのインディアンの人たちが持っていた、全て同じ性質を持っているものですから、元は一つのところから出てきたっていうのは、これはもう普通に考えて おかしくないと思います。そうしますと12万年前に分かれた以前から言語っていうものはあったというふうに、これはまあ普通に考えてそういうふうに想像できます。分かれてから言語が白紙状態から出てきたということはまず考えられませんですね。これだけ似たものが出てきたんだということは、人間の言語はこのゲノムの研究からして少なくとも12万年前に進化の中で出てきただろうということが言われますですね。はい。でその言語に必要なものはそうで人間の言語、またそれを可能とする思考っていうものは、このホモサピアンが持っている非常にこのパワフルな思考のこの能力を持っているからこそ持てるものなんですけど、でこれはですね、ダーウィンも非常に不信があってたんです。なぜホモサピアンが猿から進化して、猿よりもちょっといい、もう少しいい脳を持つんではなくて、大きなジャンプしたんですね。でこれがダーウィンにとって非常にその進化の中で説明しにくいと、なぜこれだけ大きくこうギャップができたのかですね。でダーウィンと同じ時期にこの進化 の、 ことを考えていたアルフレッド・ワレスも同じことを言ってました。進化の中で人間の脳っていうのは、本当はそのチンパンジーやボノボよりもちょっとだけいいブレインに脳になってるはずなのが、それもはるかにもう大きなそのジャンプをして、もっとパワフルな脳になっていると、なぜかわからない。で
ワレスがもう一つ言ったことで面白いのは、もう一つ不思議なのは、その大きなそのジャンプをしたことによって、そのホモサピアンができるようになったのは、例えば音楽を作れるようになった、美術を作れるようになった。でこれも非常に不思議で、音楽とか美術をできるようになったことによって、そのホモサピアンはもっとこうパワーを持つ動物になったとは考えられないですね。進化の中ではその変化していくと、それだけこう自分に得なものができるようになるはずなんだけど、音楽とか美術は、どう考えてもそのホモサピオンという動物にそのベネフィットが、ベネフィットを与えるようなことが考えられないので、これも不思議だというふうにワレスは言ったんですね。でそのまま問題として残しました。最近の私の研究では、実は音楽とか美術は進化の中で非常にその中心的な、役割をしたのではないかというふうに考えているので、最後にご紹介します。で我々がこのような思考、言語を含めて思考ができるのは、もちろんその、脳が必要ですね。でこの我々のその脳っていうのは、実はホモサピアンが出てくるずっと前から、もう200年前から徐々に大きくなっています。200年前から100年前にかけて倍になっていて、でまた100万年かけて倍になっています。どんどん大きくなってきていますですね。でそれがどうしてかっていうのは、これも割合と分かりやすい、仮説があるんですが、我々のその体の中で一番エネルギーを必要とするのは2つあって、1つは消化をする機能ですね。消化をする機能と、あと脳です。脳っていうのは非常にエネルギーを必要とする、ものなんですが、200年前は我々のその猿に近い、ホモハビリスですが、はもうそのまま生のものを食べていた。でも道具を作って、例の先ほどお見せした道具を作って、食べ物をこう砕くようになってから少し柔らかくすることができたので、消化しやすくなった。そうするとその消化器への負担が減ったので、その余分なエネルギーは脳に伝わった。したがって脳が大きくなったと。これが最初です。その次に約80万年ほど前に火を発見したですね。でこれはニアンデルタルです。ニアンデルタルが火を広げたんです。で 火が使えるようになってから、今度はただ砕くだけではなくて、その料理ができるようになったと。そうするとなおさら柔らかくなる、なおさら消化器への負担が減る。そうするとその分また脳にどんどん伝わって、でまた脳が大きくなったと。ですね。ですからホモサピアンが出てきた時には、そのもうとても大きな脳になっていたので、でこのような思考ができるようになったですね。そういうような仮説があります。一つこれ我々、最近 の研究で分かったんですけど、この 200万年かけて脳がずっと大きくなってきた。で我々の脳になったんですが、約3万年ほど前から我々のホモサピアンの脳っていうのは縮んでるんです。この3万年の間に約 13%、 ちょうどテニスボール のサイズですね、縮んでるんです。これがどうしてかいろいろと今議論されてるんですけど、最後に一応私の考え、まあ、私だけじゃない、タタサルなんかも言ってるんですけど、その理由をご紹介しますですね。でその脳がただ大きく なるだけでは言語っていうものは持ってなくて、脳 の中に言語に、必要な機能っていうものがありますですね。これブローカヤとブロニキ、これちょっとこの D は本当は E でなきゃいけないんですけど、ここですね。このブローカヤっていうのは、9割の人口は左左脳にあって、で、耳のちょっと上のところにあります。一番外側にあります。でブローカヤっていうのは言語 の発声プロダクションのために必要な、機能で、
バーナキーやウィルケヤっていうのはその言語を理解するために必要な、機能を持っています。このブローカーよりもちょっと後ろの方にありますですね。でこの2つは言語にもうどうしても欠かせない、脳の機能なんですが、でこれがいつ出てきたのか、この2つのブローカーやとこのバーナキーセルや、これがその13万年前に言語が出てきた時に現れたのか。で実はこれはもうずいぶん前から、100万年前からホモサピアンの前のホモエレクタスにもあったっていうのが、これはその当時の頭蓋骨を見てわかるそうです。ですね。ですから言語が出る前からもうそこにあったとですね。で実はこの2つのエリアはゴリラにもあるというふうに、言われています。でゴリラと我々はもう900万年前に分かれています。ということはその人間の言語は13万年前に現れたかもしれないけど、その言語に必要な脳の機能っていうのはもうその前からいいですね。もしかしたらもう900万年前以前からあって、でそれがたまたま13万年前に言語として使われるようになったとですね、いうふうに考えられるかと思います。そうしますとその我々と例えばゴリラっていうのはもしかしたらあまり違いがないんじゃないかっていうことが考え始める。で実は最近の研究でいろいろとそういうことが分かってきています。例えばですね、この我々の脳の中にある、細胞とか、この脳の回路、ゲノムなどは他の哺乳類とほぼ同じだという、研究がいろいろなところで出てきています。でまたこの脳の回路によるこう計算も実は歌を歌う鳥と同じような計算をしていると。でこの鳥に関して2014年にもう大変な研究が発表されたんですけど、これはサイエンスに出たフェニン・エットオールの研究 で彼らが何をしたかっていうと、まず人間の脳 の言語に関する回路と歌を歌うってこれ重心末ですけど、歌を歌う鳥のその歌の脳の回路を比べてみたらほとんど同じゲノムが関係していると。約50ぐらいのゲノムが両方に同じタイプがあるということを発見しました。で50のゲノムっていうとこれはもう人間の細胞の中には約2万のゲノムがあります。でほんのわずかです。でこれが人間の脳の言語に関する脳の機能とあと歌を歌う鳥両方に発見されたと。でかつ鶏の脳、鶏は歌を歌いませんですね。鶏の脳を見てみるとそういうようなゲノムがほとんど見つからなかった。またこのマカック猿ですね、言語を持たない猿を見ると同じ鶏と同じようにそのようなゲノムが見つからなかったですね。ですから言語を持つ人間と歌を歌う、鳥がその同じようなゲノムを持っているということで、どうもその人間は猿とかとだけではなくて歌を歌う鳥とも同じような脳の性質を持っているということがここで分かりました。これはもう大変な結果で私もこれ見て驚いて、で調べたところこのフェニングっていうのは昔っていうかデューク大学のエリック・ジャービス先生の研究室で、仕事をしたっていうのが分かったんで、ジャービス先生に連絡して全く知らない方なんですけど連絡して素晴らしい研究だから一緒に仕事しないかと声かけたところやるっていうふうに言ってくれたんで今一緒に仕事をしています。でその人間のその脳と鳥の脳、歌を歌う鳥の脳がこれだけかなり並行して同じような構造を持っている、ゲノムの上で同じようなものを持っているっていうのは分かったんですけど、問題はですね
人間と鳥っていうのはずっと遡ってみると3億年前に分かれてるんです。3億年前に分かれてるんで、どうしてその人間鳥が同じようなものを持っているかっていうのは非常に不思議です。もしかしたらその、3億年前以前から何かそこにあって、それが両方に渡ったかもしれないし、あるいはたまたまこの、両方で同じような機能が進化の中で発展したかっていう、これもまだ分かりません。どっちかですね。ただこれ本当にその人間鳥と何か同じようなものがあるとしたら、人間にもう少し近い哺乳類に同じようなものがあるんではないかとですね。それが証明できると、このかなりその人間と鳥のその関係ももう少しこう説得力がある仮説ができるんではないかと思って、今ジャービス先生とか他の先生たちと哺乳類で鳥と同じように、歌を歌う、猿、ギボンズが唯一歌を歌う哺乳類 で今ギボンズの専門家とジャービス先生とかと一緒にギボンズの研究を始めました。 できればただのそのギボンズの歌だけではなくて、そのゲノムのレベルでも見てみて、同じようなその20から50のゲノムが発見できるかどうかですね、これからやろうとしています。でこの言語がどういうふうにできたかっていうのはいろいろと仮説があるんですけど、一番最初にその仮説として出したのはこれダーウィンですけど、1871年の有名な本の中で、誰も読まないところですね、一番後ろの方で約10ページぐらいダーウィンは、ね、言語について、述べていて、非常に面白いことをいろいろと述べてるんですよ。で特に目立っているのは、この鳥の歌っていうのは人間の言語に、自然の世界の中で一番近いシステムではないかというふうに観察しているんです、でこれは最近、高見世フィッチとかいろんな人が取り上げて研究をしています。で私も鳥の歌と人間の言語っていうのは非常に近いシステムだというふうに思っています。ただ一つこのダーウィンの説で問題は、鳥の歌っていうのはただパターンを作るだけなんです。言葉、単語っていうものは一切そこにありません。鳥の歌の一つ一つの音っていうのは単語ではありません。全く意味を持っていない。ですからそのダーウィンの説だけだと、その人間の言語のパターンは説明できるかもしれませんが、単語はどこから出てきたかっていうのが説明できない。でこれが一つの問題で、で言語学者がその言語の進化について語っているのは、このプロトラングウェッジって言ってますけど、この人間の言語が成り立つ前のもっとこう原始的な言語で、この一つのワードで始まって、その二つのワードが組み合わせで三つのワード、そういうふうに人間の言語ができたという、そういう説もあります。でこれもで、ここではその単語っていうものが単位になってますから、単語がどこか出てきたかっていうのは説明できます。ただ問題は今度はダーウィンの説と違って、その文法のようなものがどこから出てきたか、要するに人間の言語っていうのはただ言葉だけではありませんですね。言葉だけで我々コミュニケーションしてるわけではありません。言葉をまとめて束ねて、ある一つの語順を作って、で構造があって、 で初めてコミュニケーションができるとですね。ですからその言葉をつなぐ文法っていうものがどこから出てきたかっていうのが、このプロトラングウェッジの説では説明ができないと。ダウンの説と全く反対の問題です。でそこで私が考えたのは、この統合仮説、インテグレーションハイポテシスっていうのを、2013年に紹介したんですけど、でこれはフロンティアス・オブ・サイコロジーに載っています。オープンアクセスですから、どなたでも読んでいただけます。でこれは私と、これ全部書けばいいか、私とMIT の、ロバート・バーウィックと東大の岡野谷和夫先生、鳥の歌の専門家です、3人で書きましたですね。私は言語学で、バーウィックは AI ですね、鳥の歌を
数学的に、分析をしている人 で岡野先生はもう鳥 の歌のもう本当に権威です。この3人で書いて、で非常に簡単な説なんですけど、この自然の世界を見ますと大まかに2つのシステムが観察できるとですね。それはこの L システム、レクシカルシステムと E システム、エクスプレッシブシステム、この2つが観察できるとですね。で自然の世界の中で、で人間の言語が何かっていうと、たまたま人間のホモサピアンの中でこの2つの自然の世界で独立に存在するシステムが、統合して言語を作ったっていう考えです。で、この2つの、レクシカルとエクスプレッションが何かっていうと、これも非常に簡単なことで、L システムっていうのはレクシカルシステムですから単語のシステムです。その個語の、単語の単位でコミュニケーションする。これも後でご覧になっていただきますけど、猿、特に猿の世界ではこれが典型的なコミュニケーションの仕方です。単語のレベルでのコミュニケーション。E システム、エクスプレッションシステムっていうのは要するにただ表現、パターンを作るシステム。コミュニケーションシステムで、これは鳥の歌が典型的なシステムです。これも後で紹介します。で、人間の言語の中にはこの2つのシステムがある。これも簡単に分かります。例えばですね、これ英語 のセンテンスですけど、 Did you eat pizza っていう、もう典型的な英語 のセンテンスを見ますと、まず L システムがあります。L システムっていうのは単語です。You, eat, pizza。この3つの単語があります。これは L システムで、レクシカルシステムで、で、この3つはいろんな環境に出ます。You will eat pizza。Did you eat pizza? You want pizza? などです。で、どんな環境に出ても、この You, eat, pizza っていうのは、もうそのまま同じ意味を表します。で、pizza っていうのはただピッツァだけの意味です。これが L システムです。で、同じこの Did you eat pizza の中に E システム、要するに表現全体に関係があるものも出てきます。で、これはこの小さな言葉の Did という言葉です。Did っていうのはその表現を作るために2つの役割を果たしています。一つは Did というふうに活用することによって文全体の意味が過去に起こったっていうことを表現しま す、ね、で、これは文全体です。表現全体を表しています。です、ね、例えばピッツァだけが過去だけではなくて、そのピッツァを食べるという、しかもあなたがピッツァを食べるというこ のイベントが過去に起こったということで表現全体を指しています、ね、これは E システムの典型的な性質を持ったものです。これが一つ。もう一つは同じ Did ですけど、文頭に立つことによって表現全体が疑問形だということを表します。これも表現全体です。典型的な E システムです。両方あります。で、これは言語学ではもうこの2つ の層がある。 L の層と E の層がある。これはもう言語学ではもう普通に考えられていることです。要するにもう普通の言葉で言うと単語と文法、この2つです。どの言語にも単語と文法はあります。で、この統合仮説で考えたの、そうで、この2つ の層が全く違った性質を持っているっていうのは、これも言語でよく分かっています。 L の層はですね、例えばいくつあるかっていうと、高校を卒業した時点で約5万から6万ぐらいの単語を普通の人は知っています、ね、で、しかもこれ毎日変わっています。言葉を忘れる、新しい単語を覚える、で、ずっともう一生このセットは変化していきます。で、常に変わっている。で、この L システムっていうのは
全てがそうじゃないですけど、例えば机とかリンゴとかっていうのは何か実世界のものを指す、そういう性質を持っていて、で常にこのエルシスの言葉っていうのはそれだけを指す、ピザだったらピザだけ、文全体ではなくてその言葉だけを指すの、指しているものを指すということですね。でそれに、対してこの E システムは、まず E システムを作るものは、非常に限られています。理論によって違いますけど、5つか6つぐらい、せいぜい5つか6つぐらいのものです。時制を表すもの、あるいは疑問形を作るものですね、3つから5つぐらいのものです。でこれはもう3歳ぐらいの時に習得して、そのまま安定してずっと一生、3つから4つのものは忘れません。でまた、その機能としてはですね、何かその意思を表現する、例えばその疑問形にした場合は、その疑問形っていうのは何をしているかっていうと、何か相手から情報を得たい、そのために質問しますよという、その、意思を表す、そういう機能を持っています。で後でご紹介しますけど、鳥の歌っていうのはまさにそういうシステムです。で、このドメインっていうのは表現全体ですね。一つの言葉じゃなくて表現全体。例えば時制とか疑問形にするとか、この2つの違いがあります。で、この2つの L システムと E システムがどこから出てきたのかなっていうのを 5,6 年前に考え始めて、で L システムっていうのは割合と簡単にきっとこの辺から出てきたんではないかと、でよく猿が持っているシステムで、これは有名なケニアのベルベットモンキーっていう猿なんですけど、3つの表現を持っていますですね。ちょっと聞いていただきます。わかりましたか？今なんて言ってたかわからない？じゃあ後で通訳をします。これは鷹が飛んでくると、誰かが鷹が来たぞって言うと、みんなわーっと木から降ります。あるいはヘビ、蛇が来たぞって、みんなわって木に登る。最初のこれはレパールです。レパールが来るとみんな木に登る。誰かがこれを鳴いて、で木に登ります。でこれ3つとも遺伝的に入っています。ですからベルベットモンキーはもう生まれた時からこの3つの音を発生し始めます。で面白いのは間違わないんです。もう最初から何かこう空から飛んでくると、これを鳴きます。でこの地面の上を歩いているものは、これを鳴きます。これベルベットモンキーで、ケニアに住んでるんですけど、他のこの3つですね、タカ、ヘビ、レパードっていうのはいろんな猿が持っています。この3つのこの動物に対して、一つとても面白い研究があるんですよ。ダイアナモンキーっていうのがアフリカの他の地域に住んでるんですが、ダイアナモンキーっていうのは人口が2カ所に分かれていて、で彼らもレパード、イーグル、タカ、ヘビのこのこういうコール、アラームコールって言いますけど持っています。で面白いのはですね、この2つの地域に住んでいて、
で、一つの地域にはレパードが住んでいます。ですから、この実験でレパード のようなものを作って、で、森の中をずっとこう引っ張ると、みんながレパードだレパードだっていうふうに叫びます。でこれも自然ですね。面白いのはですね、レパードがもう100年ぐらいいない地域に同じそのレパードの模型を持ってって、レパードを一度も見たことがないダイアナモンキー の、その人口の中で引っ張ったら、急にレパードだっていうことが出てきたんです。一体どういうことなんでしょう。これはなんかすごい現象です。非常にこう奥深く遺伝的にそれがやって、でそれを見た途端レパードっていうのが分かるっていうですね。誰からも習ったわけではありません。でそれを考えると、人間の言語が遺伝的に脳の中に収まっているというのは全く不思議ではありません。これが L システムです。 E システム、これはちょっと時間かかってるんですけど、鳥の歌が E システムだっていうのが分かりました。で鳥の歌っていうのはもうともかくパターンを作りますですね。ノートを並べて、音を並べて、で単位をシラブルっていう単位を作って、でシラブルをつなげて、モチーフを作って、モチーフをつなげて、で歌を作りますですね。でいろんな歌があります、例えばこれ十四節の歌です。これだけです。たったこれだけです。あるいはさえなきですね。非常に長いんでここで切りますけど。最初の十四節は歌一つだけですね。一つだけ歌います。これだけです。先ほど聞いていた。さえなき鳥は約200の歌を歌います。200ですね。ただこの鳥の歌の専門家が言うにはですね、鳥の歌っていうのは意味は持たない。例えばさえなき鳥は156番の歌を歌って何か特別な意味を伝えるということは一切しないとですね。みんな何をしているかというと、歌を歌ってある意思を表す。それが何かというと、ほとんどの場合求愛です。ですね。ですから歌を歌う鳥というのはみんなオスです。すべてオスです。ですね。でメスはただその歌を聞いて、で相手を選ぶという、そういう世界です。さえなき鳥の場合は200の歌がありますが、すべてのその鳥が200が歌えるんではなくて、鳥の中には196の歌を歌える鳥もいれば、96ぐらいしか歌えない鳥もいます。で、ある研究では歌の種類が豊富であれば豊富なほど、その相手に喜ばれるというような結果があります。いいですね。で鳥の歌っていうのは200あろうと1つあろうと、ともかく意思を表す。ただパターンを作っている。歌自体には意味がないですね。これが人間の文法ですね。文法自体は意味はありません。ただパターンを作る。単語を拾ってそれを束ねてあるパターンを作る。ですから意味っていうのは単語から来ている。で人間の言語にはその2つのシステム、それがどういうわけか、人間の中で2つのシステムが統合した。それがどうして統合したかっていうのはまだ分かりません。で今考えているところです。この鳥の歌なんですが、これはですね、さえなき鳥が中国から渡ってきて、江戸時代に籠の中に入れられて、でこう平和な人口が密度な生活をし始めたら、もっと複雑な歌を歌い始めたということで、先ほどの一つの歌からこういうような、この先ほどは ABCDEFG とただ一つの簡単な歌を歌ってたのが、その籠の中で、
かなりの人口の中で、しかも平和なあの生活ができるようになってから、こういうようなシステムをなんか自分たちで発明して、こうループインができるようになったので、一つの歌から約20ぐらいの歌が歌えるようになったという、こういう面白い現象があります。これはあの東大の岡根谷先生がやっている研究で、あの素晴らしいあの結果です、ね。岡根谷先生 の, あの考えでは、そういうその人口 の, な の, 密, あの 密, 密度がこう高まるによって、そのシステムが複雑になるという、あの ちょっと簡単すぎますけど、なんとなくそういうような考えです。はい。でここまでがその人間の言語がもしかしたらこういうふうにできたんではないかというあのことなんですけど、あのちょっとこの辺はもうあの最後にですね、その人間の言語を含めて、この人間の思考っていうものはどこから出てきたかっていうことを最近考えたことなんですけど、で特にあの今あの考えているのは、この洞窟の中で発見されているこういう絵ですね、壁画についてあの見ていま す, です、ね。これはあのフランスの有名なとかスペインの有名なこういうものなんですけど、でこの洞窟の中の絵、これもずっと昔、ちょうど言語が出てきただろう、道具が急速にイノベーションを起こし始めた時代に、壁画っていうのはアフリカで出てきて、であの世界中にあの広がったんですが、いくつか不思議なことがあります。昔から言われていることですけど、これ3つありますが、まずこの壁画には洞窟のかなり深いところに潜って絵を描いているんですね。今現在その絵を見たかったら、例えばはしごを下ろして、で降りていかないと、そこにたどり着けないような、かなり深い、かなり険しい、かなり危険なところまで潜って、で、こういう絵を描いていた。なぜか、当時はもちろん電気なんかありませんから、あの火をあの持ってってあの、絵を描いたんです。なぜそんな危険なところにわざわざ潜って絵を描いたのか、これが一つ の謎です。もう一つはですね、2番目ですけど、その絵が描いて、描かれている壁画、その壁を見ますと、壁がこれだけあって、絵はここに集中しているんです、ね。他の壁もあの絵を描いても全くおかしくないんですけど、どうしてここだけに集中しているか、これも非常にあの不思議なことです。でまた3つ目に、描かれているものがこの動物で、馬とか鹿とか、こういう音を出す動物が約 90%、 9割ですね、壁画の9割がこういう動物です。これが3つ目の謎で、実は4つ目の謎は、世界中どの大陸に行っても、同じような性質を持った壁画ですですね。だからみんな洞窟に潜って、でこのような絵を描いていたんです、世界中 です、ね。言語と全く同じです。言語も世界中に広がりました。でそれと同時に、あるいはもしかしたら、それと同時にこういうような絵が広がっている。でこの3つがどうしてかっていうのを、割合と最近にある考古学者が動物に潜って、でたまたま手を叩いて、でこれ全てが解決したんです。手を叩いて分かったのは、その洞窟の中の奥の方に潜れば潜るほど、その響きが激しいんですね。でその響きが激しい、場所を選んだ、これが一つと、もう一つはその2番目の謎として、そのこの、表面のどうしてここだけに固まっているかっていうのも、これも音に関係しているんですね。響きが一番この激しい、その表面に絵を描いた。これはこれが分かってからもうかなり高級な、
実験を始めていろんな音を送ってそれを送り返したものを全部図化して見てみるとここにその響きが固まっているのが分かったんですね。もう一つ面白いのはその響きがない静かなところには例えば猫の絵が描いてあるとかあるいは3つ の赤い点がポツンポツンポツンと書いてある。明らかに当時のホモサピアンはその響きの性質がよく分かっていたんです、ね、それと彼らは洞窟に潜ってただ絵を描くだけではなくていろんな音を叩いて音を出していたと。でそれがこういう音だったから馬とか鹿とかそういう絵を描いていただろうということで、これはまだあまり知られてないんですがだん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 この結果が出てきています。でネイチャーにも簡単な論文が数年前に出ました。でこれを考えてみますとこれは純粋な抽象的な思考です。何かっていうと音でインプットでデータが入ってきてそれを脳の中で処理してそれを今度その絵として画像として外に出してで洞窟のその壁に絵として出る音を音ですね音を絵にするっていうことでこれはもう純粋なこのシンボリックセンキングになります。で今一つ可能性として考えているのはその当時のアフリカで最初に始まったんですがですね、その場面を想像するとかなり大変な場面だったと思うんですね。奥洞窟の奥危険なところに潜って火を焼いてました。そうするとどん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 酸素がなくなっていく空気が非常に汚かったと思います、ね、それも大きな音をどんどんバンバンバンと出してですね。でかなり脳の中でいろんなことが起こったのではないかと思います。もしかしたらそのみんなが言うその人間のその大きなジャンプですね、ダーウィンとか最近チョムスキーが言ってる何かちょっとしたそのミューテーションで人間はニアンダテルテからホモサピアンになったと。でこういう思考ができるようになった言語ができるようになったですね。ちょっとしたそのでこのミューテーションがどこで起こったかっていうのはもちろんわからないんですけどもしかしたらこういうようなことに基づいてちょっとしたミューテーションが起こってからこれが広がったっていうことも考えられるかなというふうに考えています。でこの洞窟の中に潜った人たちはかなりこの社会の中でもエリートの人たち、ちょっとこう宗教的な意味があるというふうに言われているので、そういう人たちがやっていたということで、まあ、そういう人たちによってそういうミューテーションを起こしてからこの遺伝子が広がったっていうのは考えられます。かつ最初に申し上げたようにホモサピアンが最初に20万年前にアフリカで現れた時にはたった9000人しかいませんでした。たった9000人ですからもう本当に少数の人口の中で何かそのミューテーションが起こったそれがその中でその人口の中で広がるっていうのも想像できるかと思います。ということで今私のこの残りの、仕事の中ではもう洞窟に潜って洞窟の中でこれからずっと過ごすことになるかもしれません。フランスとかスペインの洞窟はもう入れません。ですからまだ発見されてない洞窟を探さなきゃいけないんで最近ブラジルにそういう洞窟があるかもしれないってことが分かってで再来週ブラジルに行きますで洞窟に入れるかどうか分かりませんけど、そういうですか美術とゲノムと言語学を合わせた、研究をこれから始めたいと思います。で、我々がホモサピアンとしてどうしてこういうような動物になったかっていうのを突き止めようとしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。